ということで本日も皆さん、ツナガジャパン撮影していきましょう。本日はバトルやってもらいます。本日やるのは音ハメトーナメントバトル20代最強決定戦、いきましょう。面白い。ここにいる20代の方、ライブファイナルぐらいのレベルの高さになるかもしれません、はい、ということでここの中で最強音ハメを決めましょうよ。はい、20代ですね。ということでここに一人だけ20代だね、じゃない方がガサイということで本日はバトルマスターのウィングゼロさんにジャッジをしていただきます、はい、勝敗決めてもらって各バトルちょっとね解説などしていただいて、視聴者の方にもなんで勝ったのか分かりやすく説明していただくという、はい、ウィングさんの任務もあります。そして本日は優勝者には賞金1万円が、マジ社長は社長のね大きな振る舞いで、これは頑張りたい、はい、優勝者に一番なんで厳正にでお願いしますよ、お願いしますよ。まあこれからバトルやるんですけど、バトルトーナメントを決めます。人数が6人なんで決勝三つどもえって感じになります、うん、まあその中から勝敗を決めてもらいましょう。まあその前にバトルといえば最初に何がありますか。バトルの前に、え、なんすか、ジャッジムーブです。はい、ここでここで音ハメキングのじゃあ皆さん、目に焼き付けてください。これはお手本ですから、ジャッジムーブの。さあ行きましょう、ウィングゼロさんの音ハメジャッジムーブ、ミュージックスタート。スタート。完璧ですよね、多分。完璧にお試してます。お試してますよね。お試してたね。お試してたけど何ですか。ちょっとね、100% じゃなかった。いつものウィングさんを発揮できてなかったかもしれないという意見があるんですけど、ウィングさんいかがでしょうか。まあそれもジャッジです。それも含めて。やっぱ自分がね、ジャッジしてほしいジャッジに必ずしもジャッジしてもらえるとは思わない。確かにこれ4の2ですよ、はい、皆さん。これがリアル。これがリアル。あとね、あとあれですよ、本当に必ずしもジャッジムーブが良かった人がいいジャッジをするとは限らないですからね。ありますよね、ジャッジムーブ下ってる方とか。そうそうそう、ね、だけどいいジャッジの人もいる人とは逆もしれない。そう、ありますあります。だろう。はい、大丈夫ですか、レン君。大丈夫ですか、今日も。大丈夫やろ、そりゃ。もちろんよ。お姉入ってきましたね。トーナメント決めたいと思います。まず一人目。ほい。はい。ええじゃね。決まった。ということで決まりました。いきなりレンバーサスユウキという、ね、このカードからまず。そんな余裕なかった。いやもう本当に2人ともやっぱりこう、お互いに関しては本当にプロですので、やっぱりここでもう1回戦ドカンと盛り上がります。レスバーサスミガドルフィン、まあ平均的な音ハメの点数で言えばどちらもあんまり高くはないですね。おーおー、ハードル下げた。でどうなるかっていう、このおためバトルになっていこうどうなるかっていうのも見どころですね。最後リルピンシャー VS 両スピン、まあリルピンシャーはいつもこう総評をね、いつもおためバトルで言ってるので、このバトルになっていかにかませるかっていうのも見どころですし、まあ両スピンもねかなりあのおために関して音に挑戦していくタイプなんで、こうどう転がるかっていうのがすごく楽しみな。じゃあこれやっていきましょうか。やっていきましょうか。じゃあよろしくお願いします。お願いします。あ、ということで第1バトル、レン君 VS ユウキ君。ということでここではフリースタイルダンジョン方式をとってビートを選んでもらいます。おーい。じゃあ2曲流しますね。このどちらかを選んでください。先行レン君なんで、レン君がビートを決めてもらいます、はい、1曲目はこちら。こちら一斉の音ハメビートです。ボケの、シンプルで。もう一つ行きます。こちらの企画、ビーボイ大輔さんのね、ナルミバーサス大輔の音ハメビートです。という、まあ、2-8とちょっとって感じですけど、
連休の選んでください。2曲目だよ。2曲目。おー意気込みの方は聞いておきましょうか。いやもう、カンハメの未来がもう。おー、カンハメとは完全にハメるってことです。初めて聞いた。カンハメ。じゃあ、ゆうきくん賞金取りいきます。わーい、わーい、賞金だ。じゃあ、行きましょう。第1バトル、たいすけさんの音ハメビート先行、れんくん、ミュージックスタート。ワオ、ゴー、レッツゴー。あ、ミングさん、決まりましたか。はい、決まりました。おー、じゃあ、お願いします。レン VS ユウキ、勝った方は3、2、1、ジャッジ。イエーイ、ユウキさん、ユウキ取りましょうということで、バトルの後は握手と言います。1枚に一歩近づきました。じゃあ、ミングさんから解説の方。はい、最後、レン君のムーブなんですけども、最初のワオのインパクトなる音ハメ、あそこは大成功で、その後にダダガダガワオを狙いに行ったんですけど、その途中で自分のやりたいムーブがちょっと思い浮かばなくなっちゃって、でそこと最後の音ハメにも間に合わないっていう状況が発生してしまって、ちょっと無理やりという形でフリーズにしてしまったっていう感じですね。どうですか。その通りです。ナイス、ゆうきくん。いや、お見事でした。こういう短いビートの中だとなかなかパワームーブ入れづらいんですが、一瞬トーマスフレアのような動き、エアのような動きを入れてからの最後のなかなかワオのドゥーンのワンで跳ねていく。そこがしびれました。間に合わせたみたいな。はい、以上が総評となります。おめでとうございます。おめでとうございます。じゃあ、てつくん VS ミカドルフィン。はい、ということで、てつくんが先行になります。はい、ビートを決めていただこうと思うんですけど、1曲目はこちら、一斉のボディオタハメビートです。はい、そしてもう一つの曲がこちらになります。はい、これはシギフィックスくんのオタハメビート。はい、さあ、哲くん、俺ですよね。はい、選んでください。一曲目で、ね、わー、一世くんボティオトハメビートでいきますか。一世ボティオトハメビートで哲 VS ミカドルフィン買ってみましょう。それでいきます。ミュージックスタート。おました。ちゃんと踊ってる姿を見ました。じゃあ、ブミンさん、勝敗の方、3、2、1、ジャッジ。よし、ちょっと2人にギュッとなって、ダメ出しを聞きましょう。はい、じゃあ、まあ、先行のテツ君。はい、はい、このドープなビートに対してしっかり一発目から音ハメでなく、最後ドロップも意識して、はい、ドロップ、エントリーですね、ムーブの入り意識して、おそらくちょっともうちょっと踏み込めた予定だったんですけど、はい、踏み込めなかったんですね。ただもう音ハメが来るってことは察知していたので、そこに無理やりこうハメに行った部分がしっかりとエアチャーまでハマって、そこが一番フリースタイルっていう部分ではめちゃくちゃ良かったんです。この応用力っていうのが一番試されるので、20番です。ありがとうございます。経験値から来るみたいなものかもしれません。はい、まあまあ見た感じも最後に諦めてしまった構図は皆さん見たい分かるかと思うんですけど、おそらく原因は曲が短いので自分
の本来のネタの長さを把握しきれてなかったっていう感じだと思います。もうビートが終わっちゃうってなってもうダメだっていうようなひらめの感じでした。次はちゃんと自分のネタの長さを把握しましょう。ちょっとダメですね。ちょっとダメです、はい、ということで今から第3バトル、リルピンシャーク VS ロースピンクのバトルになります。まあ、先行はリルピンシャークなんですけど、もうビートは決めることなく先ほどのビートでいくんですけど、こちらの曲です。はい、しげちゃんの音ハメビートです。はい、ここまでということで、ね、じゃあいきます。リルピンシャー君先行でいきます。はい、ゴー。シゲキックス音ハメビートミュージックスタート。じゃあリルピンシャー、おい、おー、さあここリョースピン。そう、はい、ナイス。おまけがすごいぞ。これちょっとちょっとこれナイスバトルすぎませんか。すごかったです。なんかどっちもしっかりこの最後のお金に対してアプローチしてきてる、これがやっぱもうね、締めが。じゃあミミさん、ジャッジの方お願いします。3、2、1、ジャッジ。ガーということで、次こそはね、じゃあもう一回同じ曲いきます。はい、それでは動画を見てみなさん、ちょうどいいのでこの続きは次回の動画で。一旦皆さんこの辺でさよなら。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それではさよなら。